エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT などデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします。現当社新しい経済のしだれゆうすけです。 DYDX ファンデーションの大木久志です。エクソダスエピソード51始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この1週間はちょっとここ最近はずっとビットコインが強いような状況でしたけれども、少しちょっと違う動きになった1週間かなと思います、うん、早速ですけれどもマーケット情報の方からご紹介していこうと思います。ビットコインとイーサのマーケット情報です。ビットコイン先週の週始め、2月19日月曜日の始め値が782万7640円。そして2月25日日曜日の終わり値が777万7546円でした。週頭から 0.63% の下落。わずかですが、ここ数週間続いていたビットコイン毎週上昇していたんですけど、久々の、下落となりました。で、20日の22時頃ですね、日本円ではビットコインの価格なんですけれども、史上最高値の795万円を記録しました。で、さらにドルでもですね、年初来の最高値を更新したんですけれども、ドルだとですね、5万3000ドルぐらいまで。20日に上がったんですけれども、そこから、調整されて下落で、徐々に週の後半にかけて下落していって、先ほど申し上げた777万ぐらいで、今この収録2月26日を行ってますが、もう少しちょっと落ちてるかなというような状況でございます。で、ビットコインについては一時上がったのは、これ皆さん周知かもしれないですけれども、 NVIDIA とかの好決算を受けてアメリカの株式市場非常にまず良かったというのと、あと日経平均なんかも22日の取引でバブル以来史上最高値更新するみたいな、非常に株式が強いですね。この一種が強かったなっていう、各指数史上最高値更新する海外も含めてという状況だったと思います。で、そういったものに結構支えられたのかなっていう感じはビットコインとしてはあったものの、どっちかといえばその株の方に資金集中してるのかなという雰囲気があるかなというところで、ビットコインはちょっと伸び悩むというか、やや下落してるというような状況になってました。で、一方今週動いたのはイーサリアムのイーサでした。先週の週始め2月19日月曜日の始め値が43万2657円、2月25日日曜日の終わり値が46万8325円ということで、週頭から 8.24% の上昇。ビットコインとしては年初来最高値更新して、日本円ベースだと2021年の年末の価格以来の高値、ドルでも3000ドルを超えまして、これは2022年の4月ぶりに、3000ドル回復したということで、結構これはグローバルでも大きなニュースになったかなと思います。ビットコインがやや減り、イーサリアムが上がるというような1週間でございました。イーサリアムに関しては、今後予定されてる大型アップグレードデン君があったりとか、これはなかなか時間がかかるかもと言われる意見も多く出てますけれども、イーサリアムの現物 ETF が米国で承認されるかどうかみたいな話で、5月に多分また、もし上がるんであればここっていうですね、審査があるんですよね。だからそのあたりを見越して上がってるのかというようなところもありますが、ビットコインの 1,2 ヶ月の動きを見るとイーサが結構弱かったところがあるんですけど、この1週間で見ると少し取り戻してきたかなと。ただ日本円ベースでも、過去最高値ビットコインは先日超えましたが、イーサに関しては全然まだ超えてないというところもありますので、ここからちょっとイーサを含めたアルトに寄っていくのかっていうところも注目のポイントかなというところでございます。で、まずですね、その他、毎週紹介している数字の方をご紹介していきます。暗号資産全体の時価総額です。2月26日の調査では時価総額が313兆789億円ということで、1週間前が308兆でしたので、こちら時価総額としては 1.54% ほど伸びてますね。イーサーその他アルトが上がっているので、ビットコインがやや落ちでしたけれども、時価総額は年初来最も高いような形になっているかなというところでございます。続いて主要な暗号資産のドミナンスです。ドミナンスに関してはビットコインがやや減り、イーサリアムが増えるというような形でした。2月19日のビットコインのドミナンスが 52.11%、 2月25日が 51.09%、
イーサは 17.28% から 18.39%、 USDT が 5% から 4.94%、 BNB が 2.71 から 2.9、 ソラナが 2.53 から 2.28 というような形で、まあ、ややイーサリアムの、ドミナンスが増えているかなという1週間の動きでございました。続いてビットコインの恐怖強欲指数です。こちらはですね、今週もですね、まあ、値段が一時上がったというところもありますので、週の中で極度の強欲が出ました。1週間振り返りますと、2月19日月曜日が75の強欲、火曜日が72の強欲、そして21日の水曜日が78の極度の強欲、22日木曜日が74の強欲、23日金曜日が76の極度の強欲、24日土曜日72の強欲、25日日曜日が74の強欲ということで、まあ、先週に引き続きエクストリームグリードが出たというような指数の推移でございました。続いてグラスノードのオンチェーンデータ、ビットコインのインフローです。ビットコインが取引所に送金されたようですけれども、こちらは大きく変化はないですけど、なんとなくまあ送金される量の1週間で一番多いところも、まあ、この3ヶ月ぐらいで見るとやや低下してきていて、3ヶ月前ぐらいに戻ってるかなというような状況がございます。19日月曜日のインフローが 35,847BTC、 そして一番伸びたところだと20日の数値で 63,352BTC、 週の終わり日曜日が 31,591BTC というような形でした。続いてグラスノードの取引所所有のビットコインの残高です。こちらはずっと下落傾向にあるということをお伝えしましたが、この1週間もまた下落しているような状況でございます。19日の数値が 2317,335BTC、 そして一番下がったところ日曜日が 2309,763BTC ということで、まあもうここ数年下がっている取引所所有数というのがまだまだ下がってきているというような状況でございます。まあ、一気に売られるような時に非常にこの取引所の所有数というのが一時的に増える傾向があるんです。まあ、インフローも上がり、取引所所有が増えるという状況があるんですけれども、どんどん取引所から、まあ、ビットコインに関しては出てってるという状況はあるのかなというところでございます。で、その他トークンの動きとしては、大木さんの方でも補足がいろいろまたこの後あるかもしれないんですけど、僕が気になったのはフレアネットワークですね。こちらはこの1週間で 34% ぐらい、上昇しております。1週間前が5円ぐらいだったのが、この収録時点では7円ぐらいまで上がっていて、まあこれは、ちょうどヘッドラインでも入ってるんですけれども、プライベートラウンドでまず3500万ドルの調達をしたということと、あとこのフレアトークンのロックアップ時間の延長が発表されたということで、その延長期間というかロックアップ時間というのが迫ってたんですけど、それが先送りになったということで価格に影響を与えたのかなと見られております。はい、ざっとご紹介してきましたが、大木さんの方で何か補足ありますでしょうか。はい、そうですね、先週末はユニスワップのユニをはじめデックス系の銘柄が急上昇したかなと思います。ユニはですね、今でも月曜日収録時点でも1週間で 40% 近くの上昇になってるので、なってますね、うん、でトップ20入りですね。で、意識されて連れ高っていうんですかねって感じで、 DYDX とかもそうですよね、伸びてますよね、うん、はい、 DYDX は今62番手にいますね。1週間で 7.5% 上がっている感じですね。で、これユニスワップ何が起きたかというと、はい、ユニスワップファウンデーションがフォーラムに提案をしたんですね。手数料スイッチっていう、そのプロトコルをアップグレードして、はい、ユニトークン保有者に手数料を分配するっていう提案なんですよ。これ去年かな、一昨年かな、そうですね、話してましたね。1回出てその時は拒否されたんですが、はい、今見る感じ、まあ、相場の反応もそうですし、フォーラムのコメントとか見ても結構ポジティブなんですよね、うん、なんで今のところ通りそうな雰囲気ですと、うん、3月1日にスナップショット、今週末ですね、オフチェーンの投票であるスナップショットで、3月8日にオンチェーン投票が行われるんですけど、まあ、これがかなり意識されて上がったということですね。なのでユニスワップのこの提案の中身をもうちょっと説明しますと、うん、要はそのデリゲーションっていうのを何回かこのエクストラスで説明してきましたけど、はい、そのユニスワップもデリゲーションの低迷に苦しんでるんですよ。なるほど、はい、まあ、トークン保有者が自分の代わりにガバナンス活動を行ってくれる人に自分のトークン投票権を委任することが、うん、まあ、デリゲーションじゃないですか、はい、はい、けどその提案にも投票率はユニの総供給量の 10% 未満あ、なるほどね。2024年2月1日現在、トップ30のデリゲートのうち14のデリゲートが最近の10の提案に投票せず、おお、なるほど、
そう、これまでに提案をしたことがあるデリゲートは7にとどまった。ああ、要はその分散型だし、ガバナンスの決定っていうのはトレジャリーの使い道ですよね。うん。で、あと手数料のレートの決定とか、今まさに話したこととかって、まあ、いろいろルール変更とか、はい、あとどこのチェーンに出すのありとか、そういうのを日々議論されてますよね、ユニスワップの見に行くと。そうです、そうです、うん、で、ここが大事なんですよ。その要は持続的なガバナンスシステムを作るためには強固なデリゲーションが必要っていう、うんうんうん、で、今までまあ例えばなんだろう、いろんな施策やってきて、うん、例えばデリゲーションプログラムみたいな立候補してこれまでの活動をしっかり変えた人には投票でいくらか渡しますとか、うんうん、そういうのがありましたけど、まあ、そういう話じゃなくて、ユニのトークン保有者がデリゲートすることで手数料の分配に預かれるようになるっていう、うんうん、そしたらみんなデリゲートするでしょうって。いいですよね。だから、はい、今までユニスワップのユニトークンってガバナンストークンと言われてましたけど、うん、結局あんまりインセンティブなかったんですよね。しかもその手数料も入んねえじゃんみたいな。去年そういうことが、そっちの方の手数料じゃなくて、なんか、フロントエンドね。フロントエンドの方にっていう話になって、なんだよみたいになったんですよね。そうです、そうです。うん。これプロトコルレベルの話ですね、まさに。そういうことですよね。だからその時、ちょっと待望されてたことに行くんじゃないかみたいな。そうです。で、今のところ反応はいいと思いますね、うん、なるほどね。3月1日、3月8日を待たないといけないんですけど、いやそうっすよね。だって僕も過去にユニスワップのフォーラムとか覗きに行きましたけど、ぶっちゃけそのガバナンストークン持ってたとしても、なかなか一般の人がこう投票できるような、うん、あの内容のものではないじゃないですか。そうですね。めっちゃ難しいですよね、なんか、うんうん、あの言語だけじゃなくて難しいですよ。ここのパーセント何パーにすりゃいいかみたいなとか、正直、はい、答えがなかなか難しいようなものが多いの で、 そうです、そうです。だから結局そうなると個々人がやるというよりはやっぱりデリゲートを頼むしかないけど、 そのデリゲートもそんなになんかアクティブじゃないっていう状況になってたってことですよね今。そうです、そうです。まず提案が長いアペンディックスいくつつけるんだよっていうなるほど、うん、まあ、なんでそれをおっしゃるように1トークン保有者が全部読んで理解して投票をするっていうのは無理なんですよ。そうね、そうだよね。ただトークン持ってる、うん、ユニトークン配られたと言いましたけど、エアドロップで。そうです。もしくは後で取引所で買った人が、はい、まあ、個々人でやるっていうのはなかなか難しいですもんね。そうそうです。なので、デリゲートを進めたいんですけど、はい。肝心のデリゲートが低迷してるとかで、まあ、デリゲートすることで手数料の一部もらえるってことになったら、みんなデリゲートします。で、次の議論としては、じゃあ誰にデリゲートしようっていう話になるはずじゃないですか。うん、そうね。で、そこでデリゲート同士のこう争いというか競争も健全なものになるっていう見方だと思いますね。はい、これってでも、あれじゃないですか、DYDX がやってることですよね、まさに。そうなんですよ。なんか今までやってたことですよね、この半年1年でずっと。なんかこれ、コミュニケーションがうまくないのかよくわかんないんですけど、うん、いや、DYDX が先にしてるんですよっていう。そうね、そうよ、そうよ、そうよ。で、はい、それで、実際ね、今、60のバリデーターがみたいになってるわけじゃないですか。はい、そうです、うん。まあ、ユニはね、もちろんイーサリアムなんで、自分たちのバリデーターとか持ってないですけど、あ、まあ、そうか、まあ、違いはあるんですが、ね、うん、まあ、我々、DYDX は、2023年10月に、DYDX チェーンローンチして以降、うん、DYDX トークンのバリデータとしていくわけですね。はいはいはい。これには手数料の 100% が還元されてきたんですよ、すでに。うん。で、2月24日時点で700万 USDC。なんでもうほぼ10億円ぐらいですよね、これ。すごいね。はい。これが1万4000以上のステーカー、まあ、つまりユーザーっすよね、に分配されてるんです。うん、なるほど。なんで、ユニスワップが、まあ、仕組みとはちょっと違うにしろ、手数料のユーザーへの分配っていう、この構想に、はい、まあ、参入してきたっていうふうに見てます。いよいよ来たっていう。はい。うん、なるほどね。それを受けて、まあ、価格も期待値で上がってると。まだ投票結果出てないけどってことですよね。と思いますね。期待値で上がってると思いますね。いや、面白くなってきましたね、これはね。はい。なんで、今後、まあ、DEX とか、まあ、DeFi とかの手数料って、どういうふうに分配されるのかと、じゃその割合がいいのか悪いのかっていうのが結構、価格を決める材料になるかもしれないですよね、今後。かもしれないですね。うん、だからちょっと違うけど、ある意味それって配当とか利回りみたいな話じゃないですか、なんか、ガバナンストークホルダーの欲望的に言えば、はい、うん、重要っすよね、それは。そうです、そうです、うん、取引量が増えれば増えるほど当然手数料が上がるんで、上がる、うん、はい、まあね、自分の推しのディファイ押せば押すほど取引量が上がって手数料ももらえるようになると。そうですね。で、はい、そのデリゲートされた人たちも頑張ると、頑張ると、
いい循環が生まれそうではありますよね。確かに。ちょっとこれ注目の投票になりそうですね、3月。そうですね。うん。まずは今週末ですよね、3月1日は。そうね。そうか、そうか、もう直近だ。スナップショット。はい。うん。な変なドラマがない限りは。まさかのなんか。あとこれちょっと面白いのが、まあ、DYX ファウンデーションなので僕。はい。なんか面白いのが、ユニスワップファウンデーションが提案してるんですよ、これ。そうよ、そうそう。一瞬ニュース見て、はい、と思ったもん、俺も。うん。うん、攻めてますね。攻めてるよね。はい。普通は、まあ、他の人に提案してもらうとか、うまくコーディネーションして、そういう議論を込めて醸成するとかね、がファウンデーションの役割だと思うんですけど。はいはいはい、確かに。あ、自分でしちゃった、みたいな。そうなんですね。ファンデーション提案なんですよね。それも面白いな。面白いですよね。うん。まあ、決めに来てるよね、だからね。そうですね。これ、なかなか否定はない気はするけどな。どうせ裏で結構もう握ってるところもあると思いますし。確かに、確かに。まあでもユニートークンとかで大口がいるからね、アンドリューセンとかもいますもんね。まあ、すごい握ってんのかな。握ってるでしょう。絶対電話してますよ。そうですよね。投票頼ますよ。だって一回なんか去年か一昨年ありましたもんね。途中までアンドリューセンがなんか反対するみたいな。ああ、ありましたね。そう、大株主的な存在だから。うん。で、それがまたブリッジを巡ってだったな、確かに。ああ、そうかもしれない。うん。うん、いや、ちょっとこれ楽しみですね。またちょっと次以降のエクサスを紹介できる。ディファイの価格を見る上で新しいナラティブができたんじゃないかっていうところが結構確かに面白いと思います。ありがとうございます。続いて番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしています。 DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO のガバナンスをサポートすることがミッションの NPO非営利団体です。トレーダーはもちろん、バリデーターやエンジニアなど、DYDX のエコシステムに参加する、様々なステークホルダーの活動をサポートしています。DYDX の最新情報については、DYDX ジャパンコミュニティのノートや X、旧 Twitter で情報発信しております。この番組の概要欄に、それぞれのリンク貼っておりますので、ぜひとも皆さんチェックしていただければと思います。それでは、大内さん。今週何かございますでしょうか。はい、そうですね。今週は DYDX 創業者のアントニオ・ジュリアーノが米国のディファイ規制で提言をしたということを紹介したいんですが、ブログでディファイ規制の原則ファーストプリンシパルアプローチっていう、ちょっと訳がいまいちどうやればいいか分からなかったんですけど、まあ、そういうのがありまして、まあ、結構ざっくりふわっと書いたブログなんですが、まあ、趣旨としては理想のディファイ規制とは何かを業界として積極的に発信する時が来たみたいな。ツイートもしてましたよね、ポストもね。そうです、そうです。要はその受け身で単に防御一辺倒だけではなく、はい、ディファイ業界としてはどういうふうに規制をしてほしいのかと、そういう発信をしていかないとダメだよねっていう趣旨なんですよ。なるほど。でやっぱ変えてんのがやっぱアメリカなんで、まあ、ここら辺のところやっぱ素晴らしいなと僕は思うんですが、ディファイは既存の金融システムのどんなものとも根本的に異なっていることを認識し、投資家を守り、米国が世界の金融システムのセンター、まあ、中心であり続けるためには新しい堀を作るべきだっていうふうに思うんですね。当たり前に聞こえるかもしれないですけど、要は既存のなんか金融のシステムのなんかに当てはめてあだこだ解釈するんじゃなくて、もう新しいものと異質なものということを認識しましょうと、うん、そこがスタートですみたいな、そういったことを言ってますね。でこれは結構日本でも、まあ、参考になるんだけど、そういった議論になってほしいなと思うんですがっていうところが。いいですよね。これ僕も X でも言いましたけど、はいはい、要はディファイはその金融システムと根本的に異なるってところで、要はミドルマン仲介者ではなくてコードによって金融サービスを提供するのがディファイであるみたいな、はい、表現なんかまさにだなっていう。そうなんですよね。そうですよね、うん、そうなんです。でいくつかの項目がかなり広いですよね。いろんな項目についてコメントが、項目たくさんあります。これ僕の推測ですけど、はい、多分これを全部持ってないとディファイじゃないって言いたいんだと思います。あーでも、うんうんうんあのオープンソースとか入ってるんで、はい、なるほどなって僕もちょっと思って、僕これは僕の見解ですけども、ある程度これ全部 DYDX が持ってるんで、そうそうねポジショントークというかあれでも、まあ、こういう、だけどここまでやれよと、そういうことだよね、はい、そう、はい、だ顧客保護もしつつ、そうです、そうです、ちゃんとやる方法でセルフカストディとか透明性、オープンソースであることとか、そうなんですよ、マーケティングとかいろんな観点から、そう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 。まあなんか一部が欠けてるとかね、なんかね、いうディファイあるし、そのセルフカストディーあるけど、他全部ありませんみたいなところもね。あるあるあるありますよね。なんかたくさんあるじゃないですか。うん。そうだよね。いや、オープンソースなんでまさにそうじゃないですか。うん。だってユニスワップなんかは、まあ、ビジネスライセンスみたいにしてるわけじゃないですか。
一部、まあ、それを意識して書いてるのかどうか分かんないですけど、まあ、それはスタンスの違いあるもののこういうことが重要であるという意思表示ではあると、まあ、それに沿って俺たちはやってきたよってことなんでしょうね多分ね。そうですね、うん、いやそうなんですよ、うん、あとまあこれ全然ちょっと ごめんなさい本質じゃないコメントですけど、なんか X で見ると全部に絵文字使っててなんか可愛い投稿だなっていう気がします丁寧に全部の項目のあれが違うんですよね絵文字の違いますね違うんですよ、なんか言うの可愛いこう読まれ読みやすい確かにこれ何なんですかね何でしょうねこれまあ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 真面目なんですアントニーはこれちょっとリンク貼っとくんでね、皆さんもぜひ、ね、あぜひぜひ、はい、ちょっと見ていただきたいですし、はい、まあ、実際アメリカがでもこういう議論になってくとすごいですよね。すごいと思いますね。うん、なんでアメリカが本気出せば、うん、こういう議論ってなんかできちゃうというか。そうね、なんつうのかな、日本でこれ起きてるの想像できないじゃないですか。ですね、まあ、この後話すクラーケンもそうですし、はいはいはい、 SEC からの訴訟を無効にしようって裁判所に訴えたんです、うん、とかなんか要は、まあ、スピーチの国ですよね。そうね、主張すべきことは主張していいというようなことが分かりますよね、うん、空気読んで言えないようなとかないですよね。ないですね。むしろそれをルールに取り込んでいこうみたいな、なんかこう、うんうん、姿勢が違う気はしますね。日本だとなんかどっちかといえば、まあどんだけこう編め込んでいくかみたいなルールの中に。そうなんですよね。ね、で全然違うルールを作った方がいいんじゃんっていう話ですよね。うん。でそれだけにはちゃんとこういう考えがあるんで、やってきたし俺らみたいなことがなんかちゃんと出てるので。うん。なんでこれはアメリカの育成を見守り、うん、いいところは見習っていくみたいな。そうね。なんか思ったのが、これが言うとすごい怒る人いるかもしれないですけど、はい、なんか日本ってやっぱり01が上手くないと思うので、なんか余計なことしなければいいのにだからそのどっかが、まあ、ディファイ、うんうん、そうディファイの法律とか決めて、うん、で走り合わせてそれをちゃんと見てて、あ日本はこれ悪って、そうね、改善しちゃいましたみたいな。得意じゃないですか多分。まあ そっちの方が得意と言われてますよね日本は。改善得意ですよね。なんか今はね、資金決済法から始め、なんか日本が初めてやりましたってあれ、なんかなんかやっぱねえ、あれそれでうまくいってるんだっけって。もちろんあれはあれで大きな一歩だったと思うもののただまあそれに縛られてしまってる状況もあるもんね。そう、難しいですねこの話は。そうなんですよ、あれがあって良かったこともあるだろうし、うん、逆にその仮想通貨をまあ法律に入れたことが早かったのがいい面と、やっぱり柔軟性の部分で将来どうなるっていうところもあるよね、うんうん、まあまあけどね、ディファイに関しては育成を見守って、うん、いやだってまだ世界各国でも始まってないですからね、具体的な議論が。なんかどこだったかな、イギリスかなんかも、あのいやなんかでも認識はしてて認めてるんだけど変に規制する気じゃないからっつって、ちょっと先送りしてる感があるじゃないですか各国、うんうんうん、もうだってこんだけお金が動いてるのは見えてて、うん、でまだルールがないことも分かっててある意味、うん、でもそこにどんどんお金が突っ込まれてってるし、ぶっちゃけリアルワールドアセットなんかもそっちに吸い込まれていくわけじゃないですか下手したら、デバイに。そうですよね。ってなってくると、やっぱり先だけやっぱり話さなきゃいけない、決めなきゃいけないよねってことになると思うんですよね。うん。うんうん、いやそうなんですよ。そうね。目を背けられないですよね。まあ10年、20年スパンで考えると、デファイをこのままの状況じゃないと思う。そうですよ。してやね、ユニスワップとかもあるし、そうね。まあ、DEX は DEX で結構ライバルもね、増えてきたるし、今後5年とかでね、そのいわゆる中央集権的な取引所からシェアを奪っていくことになると思うんですけどね。そうですね。X が、うん、そうなった時って結構その力を持つんじゃないかなと思うので。確かに。ただ今までと同じように規制をするとそれは間違った方向に行ってしまう危険があるので、新しいものとして捉えるってこれね、すごい法律家的にすごい どんな風に捉えればいいのか僕は分かんないんですけど。でもちょっと違うけど、あのなんか多分こういう議論はクリプト業界に関わらず必要になってくる領域ですよね、うん、その要は。そうなんですよね。ちょっと違うんだけど、その要はこれでもアントニオが言っても明確なところはやっぱりコードをどう扱うかみたいな話じゃないですか。コードですね。そうですね。そうだ、コードとかプログラムをなんかどう位置づけてどう規制してどう管理するかっていうところについて、うんうん、なんか別にあのクリプトに関わらず違うテクノロジーでも絶対必要というか、まあもともと Web もそうだし AI もそうだし、まあ、メタバースみたいなものも含めてなんかその上でどうすんのよみたいな話あるじゃないですか。
重要になってくる気がしますね。なんか別にクリプトだからっていうわけじゃなくて、広く言えばこのウェブインターネットとどう向き合うかみたいな、国が国境ない、うん、そうですよね。その一個のなんか重要なパーツな気がする。うん、そう思いますね。ね、なんかこれ昔 の、 あの国会議員で2番じゃダメなんですかっていうのを思い出してしまうんですけど超機敏な2番手セカンドペンギンってことですね。そうそうです、セカンドペンギンいいと思うんだよな。うん、向いてると思いません？それ向いてると思います、ぶっちぎ。そうですよね、国民性的にもセカンドペンギンを恥じず恥じず、むしろ2位から1位抜き去っちゃうよみたいな、抜き去っちゃったじゃないですか、過去の歴史では。うん、あの一時期そうで、しかもなんかもうここまでテクノロジーと資本主義みたいな観点で言うと、うん、なんかその戦略が正しい気がしたしね、中国なんか見てても。そうですよ、まあ、要はパクって大きくなっちゃうみたいな。そうそうそう、でそっちの方が得意だと思う。なんかね、開発もなんか0から1作るのうまいっすよ、やっぱりアメリカ人とかクレイジーな人多いしいい意味でね、いい意味で、いい意味で。だからそうだよね、うん、まあもちろんそういうことをするなとは言わないですけど、全体的に見ると確かにむしろその応用だったり、うん、むしろその上でどうするかみたいなところにはなんか日本は向いてる気がしますしね。絶対向いてますよ。で、わかんない、アメリカがこのディファイ、新しいディファイ法新しく作ってちょっと走らせてみて、こういうデータ取れましたとか、こういうところがうまくいってませんとか学びそうじゃないですか、日本の人。そうね、うまく。ちょっと文脈違う、あのそ法律とかと文脈ずれますけど、なんかだから本当は今もしかしたら日本も L1 とかじゃなくて L2 なりモジュラーとか DA とかそういうところでなんかブワーってやった方がいいのかもしれないですね。なんかその上のレイヤーみたいな、うん、そっちの方が得意そうな気もする。なんか作ってプロダクトとしてやるものも、はいはい、そうかもしれないですね。わかんないですけどね。なんかまあそこのそういうあくまでちょっと偏見を持って国民性みたいなのを捉えるとそんな気はするな。なんかそうですよ、ナンバーワンにならなくてもいいと。そうですよ、もっともっと特別なオンリーワンでいいっていう歌もありましたから、うん、もう最強の2番手狙う、2番手狙うんですありがとうございます。ということで、あのリンク貼ったことで皆さんちょっと話がいろいろ行ったり来たりしましたが、ぜひこのデファイの原則みたいなやつも見ていただければと思います。続いてニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではまずこの1週間にあった週のニュースをヘッドライン形式でお伝えします。その後僕と大木さんの方で気になったニュースを深掘りしてディスカッションしていこうと思います。それではこの1週間にあったニュースはこちらです。米検察当局、バイナンスを最長5年監視する量刑求める。クリプトローン運営のジョン・ディートン弁護士、エリザベス・ウォーレンの対抗馬を目指し、マサチューセッツ州から上院議員選挙へ出馬。エドワード・スノーデン、ビットコインは貨幣の誕生以来最も重要な通貨の進歩と評価。クラーケン、SEC からの訴訟を無効にするように裁判所に申し立て。イギリス、今後半年以内にステーブルコインとステーキング関連の新規制導入を目指す。中米のホンジュラス共和国、金融機関の暗号資産取引を禁止。韓国与党、暗号資産収益の課税を2年延長の提案。ビタリックが AI に注目、イーサリアムの最大の技術的リスク解消に貢献する可能性で。サークルの USDC、トロンのネイティブサポートを終了へ。バイナンス、レバレッジトークンのサービス廃止へ。グレースケールがグレースケールプライバシー ETF を申請。G キャッシュに投資するグレースケール自社提供の投資信託も含む。バイナンスにイーサリアム L2 スタークネット上場。コインベースにスタークネット上場。コインベースの米国外取引所 ICP、ポルカドット、ニアをパーペチュアルスワップで取り扱いへ。イギリスリボルト、上級トレーダー向けに独立型暗号資産取引所を立ち上げ予定。トロンと HTX のジャスティンさん、ビットコイン L2 へのロードマップを発表。通信大手のテレフォニカがチェーンリンクと提携、SIM スワップ攻撃等に対するセキュリティ強化。 DYDX の創業者アントリオ・ジュニアのリファイ規制で提言。アンドレオセン・ホロイツがエイリエンレイヤー開発のエイリエンラボに1億ドルを投資。ポリゴンラボとスタークネットのスタークウェア、新たなゼロ知識証明サービス開発のために提携。ユニスアップの新プロトコル、ユニスアップ V4、リリース目標は今年第3クォーターに設定。ユニスアップファンデーションがユニトークンのステーキングユーザーにインセンティブを付与する手数料メカニズムの変更提案を提出。アバランチ、ブロック確定に障害、現在は解決。
オンドファイナンスがアプトスファンデーションと提携、 USDY トークンをアプトスチェーンにインテグレート、エイプコインの独自チェーン、エイプチェーン、アービトラムオービットで構築決定。シリーズが韓国サッカー K リーグと提携、スポーツリーグ初のバリデーターに。プレアネットワーク、プライベートラウンドで3500万ドル調達、プレアトークンのロックアップ期間延長を発表。メタマスクのセキュリティアラート、ポリゴンやアバランチ、BNB チェーンなどでも利用可能に。イーサリアム L2 のオプティミズム、4回目の OP トークンのエアドロップを開始。ファイルコインがソラナと戦略的提携。ソラナ対応ウォレット、バックパック、ブリッジのワームホールを導入。イーサリアムとブリッジやスワップが可能に。バイナンス上に、ローニン上のゲームトークン、ピクセル上場、ローンチプールを経て。モバイルウォレットのスウーがマスターカードと提携。暗号資産をキャッシュバックする仕組みを提供へ。続いて国内関連のニュースも紹介しています。LINE NEXT、リードトゥアーンのリードオンと提携。アスター渡辺壮太氏率いるスターテール、サムスンと UOB 銀行から約5億円の追加調達。国内5例目の IO、エルフトークンの付与が延期。ハッシュパレットとビットフレアで協議中の事項により、ビットフライヤーがエルフトークンの付与実施、延期翌日にロックアップ契約締結で、財布が今年春からステーキングサービス提供へ、チューリンガムと共同開発で、OK コインジャパンにソラナ上場へ、ビットフライヤーに大上場、ビットフライヤーで2月26日からアバランチザグラフレンダートークンが上場、 Web3 ヘルスケアアプリヘルスリー累計 2.1 億円調達、アスターに続きアスター GKEVM に対応、企業向けサービスも展開へ。はい、ということでざっと上げていきましたが、どこから行きましょうか、沖さん。まずクラーケンのニュースがありました。さっきちょっと沖さんも触れていただきましたが、そうですね、結構強い言葉を使ってクラーケンが SEC を非難してる感じなんですけど、去年クラーケンって SEC から訴えられているんですたんですね、はいはい、バイナンスコインベースの後ですかね、はい、そうですね、はいはいはい、うん、でまあ未登録業者と運営してるだの、扱ってるトークンが証券だの、うん、あとなんかマネロン疑惑も確かあったのかなとは思いますけど、それがまあ去年ですね。でこれのこの SEC からの訴訟を無効にするように今回クラーケンが裁判所に申し立てをしたと。なるほど。でなんかその法律論というか、そろそろハーウェイテストとかを使って、このトークンはまだいや証券と断定できないでしょとかいう、まあ、法律論はもう語ってるんですけど、そもそもこれって報復行為じゃないかっていうふうに言ってて、2023年の5月10日にリーガルトップの人がクラーケンの、クラーケンの、はい、あの議会証言をしてるんですよ。はいはいはい。で、まあ、仮想通貨取引所に関する新しいルールを決める際は議会が主導するべきだと、うん、なるほど、SEC のこう権限というか、まあ、それは制限しましょうみたいなことをなんか発言して、うん、クラーケンのブログに書いてあるんですけど、翌日に5月11日ですね、うん、に SEC からなんか電話があって訴えますって言われたらしいです。なるほど。だから創業者のジェシーも結構言ってるんですけど、これは報復で脅迫でそしてハラスメントだって言って、要はその議会で、別に その議会っていうのはあれですよね、クラーケンがどうのこうじゃなくて新しいルールを決めるみたいな議会で。あ、そうだと思います、ね、あと SEC の、はい、まあまあでも当時から各社がコインベースも主張してたし、各社言ってたよな。そうです、そうです。まあその一番今というか、うん、その SEC が批判されてるのって、そのルールをはっきり書くんじゃなくていきなり取締りに行っちゃうっていう、そうね、そういうやり口が批判されてるんですよね。でしかもコインベースとかクラーケンはおそらくそれまでにこれやっていいっすよね、やっていいっすよとか言ってたのに、書いてましたね。コインベースはクラーケンもやってると思いますよ、そういったことはね。コインベースは書いてたんですよ、何度もここのフォームでいいんですかとかやってるのに、それは無視してて、無視してて、そうっす。でやってみたらなんかダメだろうみたいな、そこは主張してましたからね。そうなんですよ。でもそれこちらに訴えるんじゃん、電話がかかってくるんだ、すげえ。別に電話があったとか書いてあったんで。でも確かに今振り返ったら2023年11月20日ですかね、20日のニュースで確かに未登録の取引所を運営したとして、SEC が告発したっていうニュースが出てますね。でこの時にまたいろんな通貨も挙げられて、そうですよね、うん、それにはソラナとかポリゴンとかも入ってるみたいな、コスモスアトムとか、うんうん、アルゴランド、アクシーインフィニティ、ダッシュとかが含まれてたみたいなことのニュースになってましたけど、うんうんうん、ちなみに当時のなんかニュースを今振り返ってみたら、クラーケンはその翌日にも声明出していて、ここでも結構切れてたんですよね。もう全くもって問題はないみたいな、俺たちみたいな。やっぱ
クラーケン、まあ僕も言いましたけど、うん、ちゃんとそういうところはするところですよ。その、はい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 。うん、まあ、コインベースと一緒の路線で、そうね。クリーンにやっていこうっていう。そのジェシーはそのずっと昔から業界にいて、彼個人としては結構その過激というか、まあ、ビットコイナーって感じなんですけど、そう、まあ、ただ規制当局と、ね、うまくやることは当然心得てるし、はい、そうね、アメリカの会社なんでやっぱり、そうね、クラーケンが提供する商品には何の影響もなくサービス提供を続けると発表翌日に、国葬、そう素晴らしい、うん、すごい。いやでもこれまあコインベース裁判もあるわけじゃないですか、この先、うん、そこら辺注目されてますよね、やっぱりね、されてますね。でまあクラーケンももちろんそこに影響してくるかなっていうところもありますけど、まあ去年遡るとリップル裁判で一部、うん、まあちょっと SEC も負けたというか、ような判決もありっていうところもありましたし、風向きとしてはなんとなく、うん、まあ大統領選とかに絡んでくるのかもしれないですけど、コインベースも負けないんじゃないかみたいな意見も多い状況でありますからね。うん、うん、だから、ね、これ行く末に関してはっきりしたことは分かんないんですけど、なんかもう普通に大統領変わって体制変われば、な、普通にクラーケンペイパル人とコインベースサークル人が伸び伸びとするように規制すると思いますけどね。うん。確かに。いや、そうっすよね。だから、まあ、ちょっとここら辺はね、引き続き大統領と合わせて見ていきたいところですよね。そうですね。うん。ね、それと関連して、やっぱ、この怪しい税の締め出しが始まってるじゃないですか。始まってる。ような気がするっていうニュースが。次のニュースですか、次のニュース。トロンのネイティブ発行が終了みたいな。発行、USDC ね。まあ、サークルがトロンブロックチェーン上での USDC のサポートを終了することを20日発表しましたね。しかも、即日ってすごいですよね。すごいっすよね。イミディエトリーですよ。でちなみに、もうすでに発行されている USDC の他のブロックチェーンの移動と、法定通貨への交換は2025年5月までらしいです。あ、段階的に、そういうのはやっていくんだ。まあ、そうだよね。はい、うん、はい、確かにいろいろそこら辺出てますね。そうでね、 USDT の供給が一番多いブロックチェーンはトロンなんで、 USDT そうなのよ、そう TT の方ね、 T の方ね、 T イーサーより多いんですよ、イーサリアムより。いやそうなんだよ、だから結局トロンは USDT ってことになるよね。そうです、ラスボストロンなのかな。ラスボストロンなのかな。まあけどね、 USDC はね、去年とかチョンボしちゃったりね、そのデペグしちゃったりしてね、シェアは奪われてるっていう状況ありますけど。ですよね。で、あと、やっぱりそれこそアジア圏およびアフリカとかも含めて、うん、まあ、USDT 使われてるし、グローバルのシェアもあるし、で、さら、うん、にトロン上の USDT っていう単語もよく聞きますよ、そのあたりでは。ね、なんかドバイではほとんどトロンの USDT って聞いたことある。いや、なるほどね、うん。早くて安いらしいですね。なるほど。はい。うん。だからそこをやっぱりまあサークルが話すと。で、というと、やっぱりコインベースもつながってくる話ですもんね、こうサークル。そうですよ、コインベースサークル。コインベースの USDC ですもんね。そうですよ。分かれてきましたね。分かれてきて。ね、まあ、ただ、そうね、そうですね。ホワイトとグレーの差が結構はっきりしてきたのかな。ね、バイナンス CG が罰金払ってね。はい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 。でもなんか裁判、これが始まるんでしたっけ。そうですね、でも、どんどん監視も強めていくみたいな話ですからね、そう、今。それにもありますし。うん、いやでも結構この発表されてる説明すごいですね。サポート終了の理由について、リスク管理フレームワークの一環としてサークルは USDC がサポートされる全てのブロックチェーンの適合性を継続的に評価していますと。でトロンでの USDC のサポートを中止するという当社の決定は、当社全体のビジネス組織コンプライアンス及びその他の機能を含む全社的なアプローチの結果ですと。うん、でこの措置は USDC がインターネット上で主要な規制対象のデジタルドルである象徴たる USDC の信頼性、透明性、安全性を確保するための当社の取り組みと一致してると。うん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 、なかなか強い言葉をこれに対して言ってるような内容ではあるなっていう。強いですよね。強いっすよね。なんかまあ急に出てきたんでびっくりしましたけど、うん、まあまあそうだよねとはね、分かるんですけど、まあ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 、まあ、ちなみにトロンの USDC って全然少ないんで、うんうんうん、そういった意味では影響はないと思うんですが、そうね、うん、なんかね、この対決は明確になってきます。いや、対決になってきますね、ある意味ね、うんうん、ちょっとこれもやっぱ合わせて見守りたい事項です。そうですね、はい、ということで、はい、最後に国内のニュースをご紹介しようと思うんですが、一つはまあもうさっきヘッドライン読み上げた通りなんですけど、アスターのスターテールがサムスン
と UOB 銀行から資金調達というようなニュースもあったりしました。で、結構面白いのはこれサゴスのソニーも調達してるんですよね。あのスターテルって、ね、だから要は同じとこにサムスンとソニーがお金入れるっていうのは結構確かに実は本人からもちらっとなんか話聞いたんですけど、うん、この件についていわゆる初のことだしそもそも日本で創業者出資も初ということで、ね、まあ、ある意味ライバルじゃないですかソニーと、うんうん、サムスンが同じブロックチェーンの開発会社に入れてるということは結構まあでかいニュースかなと。確かにそうですね。でこれからソニーのチェーンが作られると、うんうんうん、共同事業っていうことなんでここと、うんうんうん、ソニーネットワークコミュニケーションで、まあ、ちょっとそれもなんとなく今年っぽいことは聞いてますんで楽しみだなというニュースがまず1個、引き続きガツガツ言ってんなと渡辺聡太君っていうようなニュースが1つまずありました。すごいですね。すごいですよね、はい、どうやって調達するんですかね。うん、でもそれこそなのであれじゃないですか、結構韓国市場にアプローチ強めたじゃないですか一時期。向こうで人も取ったりとかインフルエンサー使ったりとかそれこそイベントとかも出始めたのが多分去年だったんですよねアスターが。なるほど。で確か釜山市のブロックチェーンコンソーシアムみたいなのも入ったのも去年なんです。今年かな。あ、そのミドルアジアもなんかこのさっきね報道発表されてましたね。だからなんかやっぱりそこは戦略的に動いてたんだろうなっていうのは、うん、なんとなくそれらのアスターの動きで韓国の取引所にも上がって価格伸びたみたいなこともあったじゃないですか今年。あった。そう。アップビットね。そう。だからまあ着実にというか次アジア圏どうフォーカスしていくのかっていうのはまあちょっと楽しみでもあるし、まあアスターは依然それ以降もまあ比較的高い価格で保ってますんで。うんうん。うん。まあこれからローンチすると言われてる GTEVM がどう出るかっていうところとそれとは別ですけどソニーチェーンの話っていうのはなんかちょっと。なんならね、そういういいタイミングで一回ゲストをお呼びしましょう。ああ、ぜひぜひ。はい。と思ってます。というのが、まず一個、国内のニュースです。で、もう一個が、これが多分一番話題だったんじゃないかなというニュースなんですけど、ね、ビットフライヤーで、これ先週エクサスでも紹介しましたよね。ビットフライヤーで IO の、募集期間中だったエルフトークンですよね。うん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 、ハッシュパレットとビットフライヤーの取り組み。だったんですけど、それがですね、まず21日の夜なんですよ。結構夜遅い時間だった記憶があるんですけど、うん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 、その抽選と決済、だから中応募期間中だったんですけど、その最終日になるのかな？いわゆる抽選決済付与が延期されることが21日の夜に発表されましたと。で、その21日に、いわゆる抽選決済受け渡し、抽選結果通知が行われる予定だったんですけど、その日に、やっぱり今日できませんよっていう発表がまずありましたと。で、その時点で、ただ、なんかビットフライヤーとして出してたコメントとしては、まず、そのエルフトークンの販売総額である 12.5 億円を超える購入申し込みはありましたと。はい。でも、しかし、エルフの発行元のハッシュパレットとビットフライヤーの間で、協議中の事項があるということから、今回の延期に至ったってことを発表したんですよ。意味深な書き方ですね。意味深な書き方です。で、これ何だろうっていう話になったわけですけど、で、ちなみにその時も本件については、うん、当該 IO の審査を行う、審査を担う JVCEA、日本暗号資産取引所協会にも相談をしてますみたいなこと出てて、うんうんうん、あれこれ何揉めてんのかなみたいなことはみんな憶測が飛び回ってましたし、うんうん、それこそ抽選に参加人たちは何やってんだよみたいな。議論なんかも X なんかでもすごい話題になってたのかなと。ちなみにこれって抽選が遅れることっていうのは普通はないんですよね。今まではなかったですね、まず。で、これがちょっとこの件の議論のポイントでもあるんですけど、結局、はい、IO の仕組みって結構厳しくて、うんうんうん、要はその例えば大木さんが100万円相当分ぐらい約100万円分ぐらい欲しいと思ったら100万円を入金するわけですよね、はい、で抽選申し込みするんですけど抽選結果が出るまではロックされちゃうんですよ、うんうんうん、つまり大木さんが100万円なり1000万円を申し込んでて、まあ21日には結果分かるなと思って、そこで解放されるなと思って、じゃあそれでその後テスラ買いに行こうかなとかもう、うんうんうん、引き出せないわけですよね。そうね。うん、で要はあとはいくら当たったか分かんないから基本的に満額当たることはほぼないのでなんか平均すると今回7割ぐらい当選してるんですけどだいたい申し込み額のいろいろ情報見てると、うん、あこれは X で拾ってる情報ですけどねざっくりとした、うんうん、なんか100万円突っ込んで出たら70万円分ぐらい買えてるみたいな雰囲気なんですよなんとなく見てる感じの、うんうん、でただ、まあ、これって要は資金をロックしてるわけですからそれを延期するってまあ
お金と時間の基礎の話で言うとめちゃくちゃすごい話というか、そうね、約束通りの期日にお金が出せないっていうのは、うんうん、これかなり問題なんじゃないかなと僕個人として思ったし、うん、それはそうですね。だって時間とお金ってやっぱり掛け合わせがまずいと本当にすごく人の人生を変える可能性があるし、まあ普通の金融商品じゃあっちゃならないことというか、まあ家族でもあっちゃならないですけど、ね、こんな規制された取引所のね、そうやることとしてね、そう流動性をが、まあ、できると。ちなみにその30万円はすぐに返ってくるんですよね、その当選に外れた。外れた方は引き出せるようになると思うんですね。うん、だからそれが21日の予定だったのが、うんうん、この時点で延期しますってことになった。だから100万円分ロックされた状態になったってことですね。そう、例えば100万円申請してるんだったら、うん、まずは例えばかどうか分かんないし、うん、分かんない、当たらない分もロックされたってことですよね。うん、そうなりますね。そうですね、仕組みとしては。あ、これは、はい、そうですね、僕はちょっとこれは大丈夫か。でもそれ、うん、そんなことはビットフライヤーもハッシュパレットも分かってるはずで、うんうんうん、それを押してまでこのなんか協議してるって何なんだろうっていう、うん、協議中の項目みたいな。そこはまだ分かってないですね。で、実はそれが分かったんですよ、その翌日。お、22日に分かりまして、結局21日に延期発表されましたが、その翌日に実際抽選決済付与が発表されました。はい、それを22日に、だからまあ結果としては1日だけずれたってこと。ずれたってことですね。うん。で、そこで何を協議してたか明らかになったんですけど、いわゆるロックアップ契約を締結してたと、各社で。で、それに時間がかかって予定を過ぎちゃったよと。うん、で、まあロックアップっていうのは一定時間トークを売却できない状態にすることを指します。で、はい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 、一般的には大口のファウンダーとかその初めのトークンホルダーが、特にあの、今回 IO 参加者というよりはあれですよね。もともとこのプロジェクトに入ってるメンバーとかステークホルダーですよね。そこら辺そっちの話ね。はいはいはい。その人たちが一気に売れないと。売りやすいならないみたいなこと。で、これを急遽、まあ入れることにしたから、これ急遽なんだ。まあいいや。急遽なんですよ。だから、そこもちょっといろいろ、ただ今まで実は日本の IO では、こういうロックアップとかが明示されてなかったわけですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だから、びっくり、結構その要はファウンダーとか、初期貢献者とかに、ね、会社とかに配るやつですよね。そうです、そうです。それこそ VC とか、ね。はい。場合によっては取引所持ち分もあるかもしれない。ねえ。それが売りやすいになってた可能性は今までの IO にあったかもしれないって話。今までの IO そうか。これがなかったんですね。なかった。のでそれが驚きですね。まずそこ驚きじゃない。そこがちょっとね、ずれてるんですよね。やっぱりグローバルとちょっと。結構ここみんな厳しく見るとこじゃないですか。うん、そうですよね。そう。うんうんうん、でもそれを一応だと思います。今回ビットライの発表では国内初となるロックアップ契約を締結したって言ってる。はい。まあ、もちろんルールとしては定めていたかもしれないですけど、うんうんうん、なんかそこら辺が公開はなんか明確にされてなかったような気がしますね。これもなんか、いやなんか今更言ってもしょうがない話なのかもしれないけど、はい、なんでこんなギリギリでこんな大事な話を詰めてたんだろうねっていう。で、こっから、で、だからこれ、まあ結論というと、多分抽選に参加した人にはいい話なんですよね、これってまず。おお。だって明確にロックアップ契約が締結されて、はいはいはい、売り圧が減ったような内容に、まあ、細かくはサイトに載ってるんで、皆さんもその発表、ビトレイの発表さ、リンクあっとこで見といてほしいんですけど、はい、まあ、細かくロックアップが設定されたことで、一般投資家は、要は売り圧が減るから上がるんじゃないかと結論としてはなったから、うん、まあ、そういう意味では良かったのかなっていうところであるんですけど、うんうんうん、なんでじゃあこのタイミングでっていうとこなんですけど、うん、こっからはごめんなさい、僕の推論なんですけど、はい、IO が発表された当時、先週も話したかもしれないですけど、結構初期のアロケーションのパーセントとかに関してこんなに配分するんだとか、でさらにロックアップが結構初期からもうこんなに外れるんだみたいな計画なんですね、ことに対する X 上でのなんか結構批判コメントは見たんですよ。だから分かんないですけど、これは全部完全するけど、それらの声を汲み取ってちゃんとそこら辺を契約しようって話になり、うんうんうん、まあ、ただそもそも1週間2週間しかないような話ですから、その巻くまでに結局期日内にできなかったと、うん、ただ大木さんが言うように、本来は IO の抽選募集開始の時に決めてなきゃいけないことですよねっていうところで、うん、非常になんか、まあ、今回もちょっとしたドラマが生まれちゃったなっていう、うん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 、状況ではあると。だからこれ難しい。あの、投資した人にとってはまあいい話なのかもしれない、結果としては。うん。でも、ロック契約が結ばれたからといって、その時点で、これが発表された時点でもう買えないんですよ。当たり前。申し込みは終わってるんです。
20日に終わってるから。はいはいはい、はい、で発表が延期されてロックアップが追加されたので、うんうん、だからまあ今後国内の IO がより良くなるためって意味を考えると、ビットレイのこのアクションは、両者のアクションは良かったかという捉え方もできるかもしれない。なるほどですね。なんかよくわかんない、売り入らないみたいなことになるので、はい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 、うん、なんだけど今回の件でやっぱりその延期しちゃったっていうのはちょっといろいろ問題が残るんじゃないかなとは、さっきのお金預かってる金融業という意味合いではちょっと、ね、なかなかないことだから、なんか複雑な話であると。まあそうですよね。です。で、そのエルフトークンが使われるザ・ランド・エルフの森が、この収録時点26日にまあローンチゲームはしましたと感じですね。あの3、2、1ってやつですか。あ、やってましたね、吉田さんがね。はい。楽しそうでしたね。はい。楽しそうな感じでやってました。ロックアップ契約結んだ上で3、2、1みたいな。3、2、1で。僕も混ざりたかったです。混ざりたかった。ですよね。はい、うん。でもちょっとさっき見た感じだと、まあいい話じゃないかもしれないですけど、その後あれですよね、なんかサーバーダウンしてたっぽいですよ。なんかメンテナンス中が続いてて。うん、見ましたね、ちょっと。ここ今、26日で夜撮ってるんですけど、アプリが今日の12時に配信されたんですけれども、あ、でもメンテナンス完了2時間前に終わってますから、うん。そうですね。でも何度かメンテナンスが入ったという。まあ、サーバーが負荷がかかったということなのかもしれないですね。再延長延長とかいろいろ、まあ公式ツイッター見てるとメンテナンス延長延長とかいろいろしてますけれど、うん、で AMA 今日の20時から予定してたんですが中止になりましたと、うん、まあそうですよね、メンテナンス中だと AMA もそうもないみたいな話なのかもしれないですけど、うんうん、これはゲームなんですよね、そもそも。これゲームです、ゲームです。ゲームですよね。ゲームです。おじさん、なかなか情報入ってないですね。じゃあ、これはもう勉強の場ですよ。そうですよね。ゲームです、ゲームです。エルフの森、はい。はい。で、ここで使えるトークンってことです。で、ちなみに、じゃあ、この IO のトークンですけれども、まだ上場してないですね。だから、抽選者には付与されましたけど、うんうんうん、この先、ビットフライヤーに、で、まあ、他の IO とか見ても、そんなに時間を空けずに上場するんじゃないかなと。ほうほうほう、いうところなんで、もしかしたら収録26日にやってますけど放送時点では売られてるかもしれない。これはちょっとまだ未定としか発表されてないんですけどね、うん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 、だそこで、まあ、今回のこの一連の騒動を受けて、まあ、価格がどう出るか。なるほどね。いわゆる抽選価格、応募価格、まあ、ロックアップされるということだからそれをポジティブに捉えて値段は下がらないのか、とはいえ国内 IO なんか結構販売当初でガーッと売られちゃうっていう傾向も過去にありましたから、うんうんうん、まあこういうようなことも経てどうなるのかっていうのはまたちょっと次回のエクサースでもし販売されてればレポートしたいなと思ってる感じです。そうですね、 IO ウォッチャーとしては、うんうんうん、 IO ウォッチャーウォッチャーとしては、はい、そうですね。ただなかなかのバタバタ感を感じましたよね。だってそうですね、確か夜だったと思うんだよな、その期日の。なんか僕も X で見たのが、うんうん、そうなのみたいな、もううちの記事間に合わなかった気がするんですよ。うん、その日に書けなかった気がするので、でこの土日にいろいろ出たみたいな。バタバタでしたね、確かに。バタバタでしたね。うん、まあちょっとこのあたりはいろんな意見が出てますが、まずはちょっとそのまあ国内 IO 案件いろいろ控えてますんで。確かにそうなんですよね。そう。まあみんな当然見てるでしょうからね、これは。こういう動きを見てると思いますし。見てますよね。うん。今回のこれを受けてやっぱりちょっとじゃあ次がもこれなんか順番待ちしてるんですよね、おそらく。なんか、うんうんうん、そういうところも またちょっと こっちもここもやんないとなって話になってきてるのかもしれないなと思う。ロックアップ契約ね、まあ、初の IO だしね今回。あのビットフライヤーとしてはね、国内5例目ビットフライヤーとしては初、はいはいはい、初、うん、うん、そっか、初めてなんですねビットフライヤーさんは。ですね、うん、うん、まあどう出るかというところですし、リスナーの方々どうなんでしょうね、どのぐらい参加されてるものなのか分かんないですけど。そうですね、はい、まあね、あとパレットトークンもありますからね、パレット、ハッシュパレットはね、そこら辺僕個人的には、まあ、この今また新たにパレットチェーン上でのこのゲームのトークンが愛をしましたけど、うん、そもそもパレットトークン自体もどう今後していくのかみたいなところもあると思うので、うん、うん、そこら辺と合わせて、まあ、気になってますけどね、うんうんうん、はい、ということでまたまたご報告しようと思います。はい、ということで今週もエクサスを聞いていただきましてありがとうございました。今週もいろいろニュースピックアップしましたけど、何か皆さんの
事業なりのご参考にしていただければ嬉しいなと思っております。でこのエクソダスでは皆さんの感想やリクエストをお待ちしております。ハッシュタグでエクソダスしよう、エクソダスカタカナ、しようひらがなです。このハッシュタグをつけて皆さん X にポストいただくか、僕と大木さん DM 開放してますのでそちらの方に直接いただいても構いません。皆さんの感想やですねリクエストなどこういう話してほしいとかこういうゲストも呼んでほしいみたいなリクエストもぜひぜひお待ちしておりますのでお気軽にご連絡ください。また今申し上げましたがゲストを呼んだエクストラ回なんかもこのエクストラスでは毎週配信しております。よろしければエクストラ回なども過去を振り返っていろいろと聞いていただければ嬉しいです。またこのポッドキャストまだフォローしてないという方がいらっしゃればぜひ Apple、Spotify、Voicy など様々なプラットフォームで配信しておりますのでぜひともフォローお願いします。それではまたエクストラスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。